塩谷くん、塩谷くん、はい、桜で思い出す和歌を教えてください。ノリナガとの採用ですね。ノリナガは何ていう和歌ですか。まあ、あれですよ、四季島の山と心と人と和歌、朝日山桜和歌、うん、その心は何ですか。うーん、言い方が難しいんだよな、うん、そしてもう一つノリナガ持ってるね、うんうん、あれだよね、うん、女性性っていうのは性格じゃないんだけど、うん、カラヨの持つ男性性に対する対抗性だよね。なるほど。そしてもう一つは何ですか。作業ですね。作業は何ですか。いや、あれですよ、願わくば花の下にして春日の、うん、あのこの如月の望月を、うん、その心は。いや、この如月の望月は、うん、あのお釈迦様の成仏した願いですから、うん、だから単に自然とね、超越的なものの、の文脈性、うん、だってお釈迦様死んじゃったもん、うん、おうということに対する重ねだよね、うん、最後の。なるほど。そうです。桜はどうですか、塩谷君にとって。うん、やっぱ桜はね、散り際の名残がいいですね。おだからこれはあれだな、佐賀の人とは合わないな。なぜですか。佐賀の人はあのあれでしょ、かがくれでしょ。かがくれね、あの潔く散るでしょ、うん、私は違った、うん、散り惜しむ桜がいいですね。なるほど。塩谷健さんです。